ありがとうございます。特急ワイドビュー信濃9号長野行きです。自由席は後ろ2両、9号車10号車です。この先止まります駅到着時刻などは次の新大阪を出ましてからご案内いたします。しばらくお待ちください。ご案内いたします乗務員は JR 西日本の丸山、野村、野々村が途中米原までご案内いたします。ご用の際はお気軽にお申し付けください。次は新大阪です。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Shin Osaka. Passengers going to the Chiyan and from. まもなく新大阪です。お出口は左側です。新大阪を出ますと京都に停まります。Reservation. Cars number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ワイドビュー信濃9号長野行きです。電車は前から1号車2号車の順で、一番後ろが10号車です。1号車から8号車が指定席で、グリーン車は1号車と7号車です。自由席は後ろ2両9号車10号車です。この電車は終点長野まで車内販売の営業はございませんので、あらかじめご了承ください。また車内はお手洗い、洗面所、電気を含めまして全車両禁煙です。皆様のご協力をお願いいたします。これから先、止まります駅到着時刻をご案内いたします。次は京都です。9時24分に着きます。京都を出ますと米花10時3分、岐阜10時36分、名古屋10時58分、千種11時6分、多治見11時22分、中津川11時49分、木曽福島12時25分、塩尻12時53分、松本13時4分、篠ノ井13時44分、終点長野13時53分、終点長野には午後1時53分に着きます。次は京都です。まもなく京都に到着します。新幹線、山陰線、奈良線、湖西線、地下鉄、近鉄線はお乗り換えです。京都を出ますと次は前原に止まります。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Kyoto. Passengers going to the Shinkansen, Sanin Line, Nara Line, Kosei Line, Subway Line, and Kinpetsu Line. Please change trains here at Kyoto. After leaving Kyoto, we will stop at Kaneba. Thank you.京都です。お出口は左側0番乗り場に着きます。京都を出ますと米原に止まります。シナの9号長野行きをご利用くださいましてありがとうございます。明日3月26日のダイヤ改正をもって、この特急ワイドビューシナの9号は大阪名古屋間が運行開始となり、本日3月25日は大阪から発車をする最終の列車となります。この大阪シナノは1971年から運行され、近畿から中部地方を結ぶ列車として親しまれてまいりました。大阪から名古屋間は新幹線よりも約1時間多くかかり、夏場は台風や大雨による運転取りやめ、冬場は米原地区などで大雪による遅延などに悩まされることもありました。
しかし仙台の381系より続くパノラマグリーンやより快適となった大型の窓からは京都の鴨川、雪化粧に包まれた宇吹山など新幹線とはまた違った美しい日本の風景を望むことができました。この列車は JR 西日本から JR 東海、JR 東日本と JR 3社をまたぎ、大阪長野間の走行距離は 441.2 キロにも及び、これは昼間を走る特急列車としては日本一の走行距離で、鉄道ファンの間では非常に貴重な列車に位置付けされていました。明日からはこの名列車が姿を消すこととなります。今日というこの貴重な一日をお客様、皆様方とご一緒に乗務できましたこと、大変光栄に思います。多くのお客様、鉄道ファンの皆様に愛されたこの列車、ありがとう大阪市など、ご乗車ありがとうございました。あと3分ほどで米原に着きます。乗り換えのご案内をいたします。お出口右側8番乗り場に到着いたします。東海道線大垣行きは10時30分着きました。同じホーム8番乗り場。北陸線新快速長浜行きは10時30分6番乗り場から発車いたします。米原を出ますと次は岐阜に停まります。米原までは JR 西日本大阪車掌区丸山その裏がご案内させていただきました。米原にて JR 東海の車掌に乗務交代いたします。引き続き特急ワイドビューシナの9号長野行きをご利用のお客様、この先もどうぞ気をつけていらっしゃいませ。Please change trains here at Maibara. After leaving Maibara, you